さあ今回ねご紹介させていただく GT5 モッドはこちらです。どっかで見たことあるようなお城ですよね。ハイラル城です。こちらゼルダの伝説のね、ただし、マリオカート8とマリオカートで、8デラックスに出てくる、コースの、ハイラル城っぽいですね。要するになんかコースになってる感じらしいです。ちょっともうちょっと近くから見てみよう。一応ね僕も両方の作品持ってるんでわかるんですけど、ここかな、ここがスタート地点かな。マリカーのコースをね、まさかね、まさか GT5 で遊べるとはね、全く3年前4年前の自分じゃね考えられなかった感じですね。そして今回このマシーンでこのコースを攻略したいと思います。そしてこのコースの、マリオカートの方の公式記録は1分50秒ぐらいかなぐらいが、世界記録だったと思います。それにかなうかどうか行ってみましょうか。じゃあ行きます。よーいドン。よし、ロケットスタートは決まったよ。ロケットスタート、いい感じいい感じ。ちょっと雑な感じあったけど、まあ、マリオ見たくね、あんなドリフト綺麗にできないからスピードは抑えつつ、ちょっとぶつかりすぎた。まあ悪くはない悪くはない、いいよ。さあこれで次は階段だよね、このだんだん沸騰した階段。走りづらそう。おーいける。これマスターソードあったりするけど今回ないのね。でここ突破、ここはもうジェット使えよっていうような場面ですね。ここは行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。おお行き過ぎ。おでもいい形いい形、形はいいよ。さあどれぐらいでゴールできるか難しいよ。マリオカートならではのコースって感じですね。うおーゴール、叩きつけるかのようなゴール。そして時間は、1分10秒弱ですね。1分10秒弱。さあ今度はねこのバイクで、しって書いてますね、この白鳥でこのハイラルを攻略してみたいと思います。それではレディースタート。さあどうだろう、いややっぱり走りやすいね、バイクの方が圧倒的に。こういうオフロード系も難なくスピードもついて、転倒さえしなければ。いけー、届かねー届かねー。さっきの場所を普通のバイクでねちょっと攻略するのが難しくて、かといってね、オプレッサーというね、飛べる車があるんですけど、ちょっとねこの GTA モッドの兼ね合いで出せないんですよね。なのでちょっとコース側を改良してみました。さあ行きましょうか、今度こそ完走で、完走目標に。よーいスタート。さあどうでしょう、やっぱり全然安定感はねバイクのいいんですよね。曲がりやすいし、マリオカートの世界に欲しいぐらい。おおいいね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 。さあここ鬼門だよ、ここ階段。無理しない無理しない、あ結構ガタガタくるね。さあそしてここの階段を越えて、よーしあのバイクね、これはよしよし、最初の車の頃より全然スムーズに走れるようになってますね。最初のやっぱ車難しかった。よし来た。さあそれでも50秒、それでも50秒か、いやー厳しいね、50秒、そんな難しいんだ。てかマリオカートのマシンむちゃくちゃ速い。おお死んじゃう。結論出ましたね、マリオカートのコースは普通の常人が走っても完走できないっていうことが分かりました。さあ最後ね、乗り物じゃなくね人ですけど、まあ、もう超人ですね、このヒーロー
埼玉、ハゲマントこと埼玉をこのハイラルのコースで走らせてみたいと思います。僕がね、今までね、GT で見てきた中で、ぶっちぎりでこいつが速かった。なので、試してみたいと思います。それでは行きます。レディーゴー。よしよし。徐々にスピードが上がっていくんですよね。でもある程度行くともう制御が切れなくなってきちゃうんで、ここはおー飛んだね、飛んだ飛んだ、よしよし、いいよ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 。さあこのまま進んで地面をね壊しながらね、さあこれで30秒ちょいぐらいっていう感じ。よし、これが速い、これ連続速いんじゃないか。ただなかなかうまいこと決まってくれない。よし、うわー、ここら辺うまくね使えたらかなりのスピードが見込めるんですけど、さあ2周目で1分ちょっとか、1分ちょっとぐらいだったかな。おお、いよ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 、さあこのマリオカートの世界記録は抜けるんじゃないだろうか、まあ、完全に非公式記録ですけどね。さあ来たー、ゴール。さあ1分20秒ちょいぐらいでしたかね。もうなんか虚しいですけど、それで勝ちましたっていうのも虚しいけど、やっぱ早い、埼玉の全力早い。さあ埼玉のね全力を知らない人のためにねちょっとお見せしますが、こんな感じです。まだスピード上がります、まだスピード上がります、まだ上がるよ、まだ上がるよ、めちゃくちゃ早い、飛べばもっと早い、速すぎる音速の壁を破って読み込めないという、一瞬でここまで来れるねスピードね、いやすごいわ。それでは一旦この辺でお開きにさせていただきたいと思います。また見てください。バイビーバイビーバイビー。We'll be right back.